ポスターセントルイス万国博覧会は、ルイジアナバイ州100周年を記念して、1904年4月30日から12月1日まで、アメリカ合衆国ミズイリ州のセントルイスで開催された国際博覧会である。60カ国が参加し、会期中1969万人が来場した。この時、セントルイスオリンピックが同時開催された。 アメリカ軍の補修のインディアンの族長ジェロニモラが人間動物園として後年批判された人類学展示として日常生活を披露した。またドイツからはマルガレーテシュタイフのテディベアが出品されグランプリを受賞した。それまでの博覧会史上最大の約1200エーカーの敷地に教育、芸術、科学といった 文明の成果に関する16の展示をはじめ、農業、工業、漁業などの自然に関連する部門の展示が並べられ、展示館の最後には人類学、社会業史学、身体文化の展示が加えられた。会場内に1576の建物が作られ、会場内を走る鉄道は2 1トルに及び、17の駅を建設、シカゴセントルイス間の無線電信の実験、 飛行船や160台の自動車が出展された。文物の展示だけでなく、マックス・ウェーバーやアンリポ・ポアンカルといった国際的に著名な学者も参加する国際会議も開催された。日本からは岡倉天心が講演した。人類学展示では、アフリカのピグミー、アルゼンチンのパタゴニア巨人、北米やフィリピンの先住民に加えてアイヌが参加し、 実際の生活を行ってみせた。博覧会場の南側には、パイクと呼ばれる、娯楽地区が設けられ、巨大な観覧車のほか、チロルアルプスとドイツ風レストラン、ボーア戦争の戦石シーンの再現、動物ショーなどに混ざって、オリエント風の見せ物や日本の歌舞伎などが上演された。また、米西戦争の勝利で1888年に、米国支配となった。 フィリピンの植民地展示が行われ、広大な敷地に40の部族からなる1200人のフィリピン先住民が集められた。米国からの参加要請により、1902年に公式参加を決定、総裁に平田東介、後清浦慶吾、副総裁に松平正直、を、事務局長に手島誠一、評議員に福場隼人、車三チらが就任した。 展示面積は国力に比例していたため、日本は割り当てられていた敷地の拡大を交渉し、前回のパリ万博の3倍の27万、平方フィートを獲得、日本館専用の会場のほか、教育、美術、工業、工芸、通運、採掘及び、夜勤、農業、林業漁業及び狩猟、電気の休館で展示を行った。専用会場には、本館と、 日本庭園のほか、事務所館、眺望庭、台湾館、売店、喫茶店などが作られた。日本館は、博覧会終了後、高地屋スターゼやアドレナリンの発明もので、アメリカで成功していた高峰城吉に譲渡され、サリバン郡メディーウォールドにある広報の所有地内に移築され、夏の別荘、松楓殿として使用された。広報が没した翌年妻が売却し、 以降売買が繰り返され、多記表の所有となった。松村 Q&、富田虎尾2000、P282、マルガレーテシュタイフ物語128ページ。ABCDE 博覧会の記憶、1904年セントルイソ博覧会と、アイヌ宮武君を、北大文学研究家起用、2006年2月28日、ABC 楠本町子。 韓国博覧会と異文化交流 -1904 年セントルイス万博の事例を中心に、異文化コミュニケーション研究第5号、愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科、異文化コミュニケーション専攻、言語文学研究所、2002年2月、155から167ページ、異瞬1344万837。 ネイド1200億503万8326。A.B. セントルイス万国博覧会における日本の建築物、旗友子、日本建築学会計画系論文集、第532号、231-238万2000年6月、ジョキチ・タカミネキャロリン・ヒッチ・タカミネ、ウィリアム・シャートリーフ、アキコ・アオヤギ、スイニアフォーセンター、2012ページ。 ジョキチ・タカミネ・ジュー、松かえでどの混弱 NPO 法人、タカミネ・ジョキチ博士研究会。ありがとうございます。